よっしゃ、バスゲー来た、バスゲー来た、バスゲー来た。マスゲンさん、マスゲンさん、マスゲンさん、このルアー釣れるんですか？キープキャストで買った NWP、 中にウインナー入ってるポッパー、これ本当に釣れるルアーなんですか？っていうことで、ボックスの中にはね、いつもね、これね、お守り的に入れてるんですけども、マスゲンさんと、ジャクソンの、コラボレーションのスペシャルルアー NWP、 これでね、魚を釣ってきてみましたので、どうぞ実況動画の方ご覧ください。よっしゃ、バスゲー来た、バスゲー来た、バスゲー来た。よっしゃー、うわー、来ただよー。マスゲンさんのジャクソンプラグ来ましたよ。いやー、ズバーってね、吸い込まれたー。いやー、トップ嬉しいねー。おー、くわへこんでます。美味しそうに食ってるよねえ。やったぜー。マスゲンさん、これ釣れますね。ちょっと夏の終わりに嬉しい魚が釣れました。ほら、いいとこかかってますよ。ずっぽしくわえ込んだ。じゃあ逃がしてあげます。はい、というわけで帰ってきました。これね、要所要所これはっていうタイミングでね、投げ込んでみているんですけども、いまいちね、まだバスを釣ったことがなくて、どうしたもんかな、どういうところで使うかな、まあちょっとね、釣れるまでいろんなとこで投げてみようなんていう感じで使っていたんですけども、今回もうすごいね、パオーってね、気持ちいい音で吸い込まれてくれて、それでもってね、魚を釣り上げることができたので、おかっぱりでね、の池でちょっと使ってみましたよっていうことで、まずね、使ってみて、これ名前にも NWP ってことで、ポッパーっていうことで、売っていたんですけども、実際に使ってみるとね、ずんぐりむっくりなペンシルっぽいなーっていうのをすごい感じました。もうちょっとこの口の形状だから、ボコッボコッってね、大迫力の音を出せるかなと思ったんですけども、どちらかっていうとこう、ぬっぬっぬってボディがね、そこまで、重くないからかな、ポッポンっていうよりはこう水をグイッグイッってね、押してくれるような、そんな印象でした。ポッパーっていうより、中にウインナーが入ってるポッパーなんですけども、まあ同じ P なんですけど、中にウインナー入ってるペンシルかなっていう風に感じました。でまあね、重さは程よいので非常に投げやすくて、でバヒョンって飛んでいってね、でポイントの上でこのまあドッグウォークね、すごいね、小気味よくドッグウォークしてくれる。だからぬめん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 ガバッっていう感じで出てくれたので、そっか、ポッパーと思って使っているからなかなかね、魚反応得られなかったのかななんていう風に感じました。でまあこのね、ダブルフックが2つついている仕様なんですけども、これによってまあおかっぱりでもね、この足とかこの一本枝乗り越えてほしいなってところはね、ほんとね、気持ちよくスルスルって抜けてくれて、それでもって結構ね、この横幅が広めのボディのおかげで水をグイングイン押してくれるので、いい波紋がね、出てくれるね。だからあんまりこのポッパーがボコッボコって、やりやすいよって感じではないので、どちらかというとペターンとこう油を流したような静かな水面でぬっぬっぬっ、こういう感じの使い方が一番使いやすいのかななんていう風に思いました。久しぶりのね、おかっぱりで結構やぶこぎしていったので、もうね、丁寧に今これちょっとね、そこら中これ蚊に刺された後、これもね、もうね、かゆいけどね、書いちゃうとね、あれボコボコになっちゃうんで、今ね、書かないように我慢しているんですけども、そんなもう蒸し暑いで、あとね、カエルもよく鳴いてましたね。カエルなんかがいて、静かな朝まずめ、もしくは今の時期だったら朝まずめちょっと冷え込むことがあるので、一日太陽で温まりきった夕まずめ、風が止んで静かなところにシャポーンってね落としてヌメヌメすると使いやすいんじゃないかなっていう風に感じました。まあ何にしてもね、本当 YouTuber の方とルアーメーカーのねコラボレーション、こういったねルアーね、まあちょいちょい見かけるようになってきましたよね。ジャッカルとかからも出てましたけども、でこれほんとふざけてんのかなと思ってね、マスゲンさんね、吉本の方だと思うんで、これふざけすぎだろうと思ってたんですけども、なんかね、使ってみるとね、ほんとね、使い心地は非常に良かったので、ああ、さすがね、ジャクソン冗談だけじゃなくて、ちょっとマジで剣になって作ってるのかななんていう風に感じましたよ。で、使ってみてね、ここもちょっとこういう感じでチューニングしたら面白いんじゃないかななんていうのがいくつかね思いついたので、とりあえず吊るしの状態で何もねチューニングしない状態で1匹釣ることができたので、まあね、もし釣れたらこんな改造どうですかみたいな動画あげようと思いますので、まだまだね、なんとかトップウォーター聞くシーズン中なんじゃないかなっていうことで、引き続き、あれ今日蒸し暑かったなーなんていう日の夕まずめとかにね、ここぞっていうタイミングで投げ込んでみようかななんていう風に考えております。まああとはカラーリングがこういう感じなんで、遠目にあっても非常に視認性がいい、どこにいるか一目瞭然っていうことで、まあちょっとね来年なんかもね、そろそろ新しいフィッシングショーとかね、キープキャストとかで YouTuber の人とのコラボのね面白いルアーなんか続々と出てきたらね、買って追いかけていきたいと思いますので、よかった。今年ちょっとこれ釣るのね、もう無理かなって思い出してたんですけども、何にしろ、まあ、いいルアーだったっていうことで、結構ね、日、もうほんと小さめのワームでなんとかね、小バスを釣ったりしてたんですけども、日一番いい魚はねこれで釣れてくれましたんでね、一気にお気に入りのルアーになりました。というわけで本日の釣り子 TV はこちら、ジャクソンと人気 YouTuber のマスゲンさんがコラボレーションして生まれた NWP、中にウインナー入ってるポッパー、これでいいバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。